女とは、おつな女のことです。三輪明宏。乙女トライアル始まります。皆様こんにちは、有本ひとみです。皆さんお元気ですか？林若菜です。さて、この番組乙女トライアルは、我々若手女優がいろんなことにトライアル、挑戦していく番組です。そして番組オープニングで、三輪明宏さんの著書、乙女の教室、乙女とはおつな女のことですを引用させていただきましたが、三輪明宏さんは著書の中で一般的に考えられている乙女というよりは、おつな女、いい女と書かれています。我々もこの番組を通して、少しでもおつな女になれるように頑張っていきたいと思っております。それでは早速ですが、ラジオをお聞きの方、リメイクラジオをご覧の皆様に、我々2人の簡単な自己紹介をさせていただきます。私、有本ひとみは、普段は女優としてドラマや映画に参加出演させていただいております。そして先月までテレビ朝日 ABC 朝日放送で放送されておりました連続ドラマ、恋に無駄口では、女子高校生役としてレギュラー出演をさせていただきました。私、林若菜はタレントランナーとして活動させていただいており、現在フジテレビ木曜劇場で放送中の連続ドラマ純愛ディソナンスにレギュラーエキストラとして参加させていただいておりますほか、映画やドラマ等でエキストラなどに参加勉強中です。そして今お聞きのこの番組乙女トライアルは、番組収録時に映像も撮影いただいておりまして、そちらの映像を再編集して放送後約10日程度で YouTube にアップしていただきます。ぜひ皆さん、スマホ等で乙女トライアルで検索してみてください。それではお待たせいたしました。今回最初のコーナーは、談話家トライアルのコーナー。さて、こちらのコーナーではタレントランナーの林若菜ちゃんがランニングについての楽しさや自身のトライアルについて話してくれるコーナーです。今回はランニングだけではなく、暑いこの季節、大切な水分補給についてお話しさせていただきます。まず厚生労働省のホームページによりますと、成人男子が比較的安静にしていた時の水収支は1日 2.5 リットルの出入りがあるとされており、入ってくるのが食事1リットル、体内で作られる水 0.3 リットル、飲み水 1.2 リットル。それに対し出ていく方が尿や便が 1.6 リットル、呼吸や汗が 0.9 リットルとされています。ここで体内で作られる水とは、タンパク質や炭水化物、脂肪などの代謝によって得られる水を指します。そして尿、汗等の総質量に見合う水分を適量摂取できれば、血小浸透圧は一定に保たれますが、水分摂取量が不足すると血小浸透圧が上昇し、喉が渇き、尿が濃縮されます。水分の摂取量不足は健康障害や重大な事故の大きなリスク要因の一つとなります。そして喉の渇きは脱水が始まっている証拠であり、渇きを感じてから水を飲むのではなく、渇きを感じる前に水分を取ることが大事です。水分が不足しやすい就寝の前後、スポーツの前後途中、入浴の前後、飲酒中あるいはその後等に水分を取ることが重要とされており、枕元に水分を置いて就寝することも重要です。水分の摂取量は多くの方では不足気味であり、平均的にはコップの水をあと2杯飲めば1日に必要な水の量をおおむね確保できます。その際、砂糖や塩分などの濃度が高いと吸収までの時間が長くなる点に注意が必要です。またアルコールや多量のカフェインを含む飲料は尿の量を増やし、体内の水分を排泄してしまうので、水分補給としては適しません。なお、腎臓、心臓等の疾患の治療中で医師に水分の摂取について指示されている場合は、この指示に従う必要がありますとあります。皆さん、だいぶ気温も上がっているこの季節、特にですね、こまめな水分補給には注意しましょう、はい。それではタレントランナー的立場や経験から、若菜ちゃんお願いします、はい。練習やハーフマラソン、
いや、まあ、マラソン大会で欠かせないのも水分補給ですね、うん、はい、まあ、一流のランナーであってもですね、うんうん、水分補給に失敗するのは命取りとなります。よく箱根駅伝やマラソン大会の中継では、はい、給水ボトルを取るのに失敗した選手に、うんうんうん、他の選手が給水を差し出すシーンも見受けられるほど、そうなんですよ。で、個人競技ではあるんですけれども、うん、チームプレーを感じるシチュエーションだなと感じております。スペシャルドリンクという自ら用意した飲み物をボトルに入れて持参する方法も大会によってはあるんですね。そのような場合もございます。で、大きな大会はもちろん市民大会のクラスでもですね、はい、ペットボトルや紙コップでの給水方法が適用されていて、5キロごとに設置されていることが多いです。あ、確かに私も一応こう、はい、ハーフマラソンに出た時に、うん、こう2種類っていうか、あのペットボトル、紙コップとか置いてるんだけど、はい、そういうのって大抵あるものなの、まあ、そうですね、大体やっぱりその先ほどもあったやっぱりこう走ってる途中に取るっていうのもすごい大事なので、うん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 、大体5キロごとが多いと思います、はい。で、この時の、うん、注意点としてなんですけど、うんうんうん、水とそのスポーツドリンクに分かれていて、はい、水の場合は目に入っても大丈夫なんですけど、うん、スポーツドリンクの場合ですね、目に染みたり肌にかかった時にベタつくことがあるんですよね。はい、でそこで今回は紙コップの上手な取り方を伝授させていただきたいなと思います。お願いします。で、紙コップは横から取るのではなく、うん、上から優しく、まるで UFO キャッチャーのように取るのが上手に取れるコツになります。また飲む時にはですね、紙コップの真ん中付近をつまむと走る衝撃でドリンクが飛び散ることを防げるので、ぜひお試しください。で、私自身の経験上、まあ、うまく給水を取れるとですね、テンション上がる上がったこともあるので、ぜひ、うんうん、実践していただきたいなと思います。他にもですね、私の練習中の経験も加えますと、氷の入った給水をですね、夏にたくさん取って、うん、お腹を冷やして壊してしまう経験が重ねてあったんですよね。冷たい飲み物が飲みたくても、うん、まあ、少量もしくはこまめに摂取することを心がけてですね、うん、体やお腹の冷えにご注意ください。はい、で、夏場は内臓疲労から食欲減退にもつながるので、うん、内臓疲労を取り除くためにも温かい飲み物を飲むや、お風呂でお湯に浸かるなどして体の循環を心がけましょう。温めることが大事なんですね。また私はミネラル補給として岩塩をほんの少し浄化水に溶かして持ち歩いていることが多いんですね。で、まあ、スポーツドリンクももちろんいいんですけれども、うん、糖分も含まれるので、うん、そのあたり気になされる方はですね、ぜひ岩塩もおすすめかなと思います。まあ、水分をうまくとってですね、まだまだ厳しい夏場のこの時期にですね、効率のいい練習、そして清々しい私生活を送れるように心がけていきましょう、はい、ということで、今回水分補給についてお話しさせていただきました。以上、ランワカトライアルのコーナーでした。韓流トライアル、このコーナーでは私の演技の教材、そして趣味でもある韓国ドラマのおすすめの作品の見どころ、ロケ地、あらすじをお話しさせていただきますとともに、劇中のハイライトシーンのセリフを今勉強中の韓国語で紹介していこうと思います、はい、それではお待たせしました。今回ご紹介させていただく作品は君を覚えてるです。こちらは2015年に放送された韓国ドラマでして、はい、大ヒット作応答せよ1997で初主演を飾り、シンドロームを巻き起こしたイケメン俳優のソ・イングク。その後も主君の太陽、君に泳げ、内緒の声していいですかなど人気作に立て続けに出演し、若手演技派として絶大な人気を誇る彼が本作で天才プロファイラー役に挑戦。対するヒロインには揺れながら咲く花のチャンナラ、童顔美女運命のように君を愛しているなどのラブコメを次々とヒットさせ、今やラブリーの代名詞とも言える彼女が本作では熱血女刑事に扮し、アクションも披露、はい、共演者を選ばず抜群の相性を見せることで定評のある2人が初共演を果たし、史上最強の名コンビが誕生、はい、ということで、続きましてあらすじに参ります、はい。
アメリカで刑事司法学部の准教授として働く天才プロファイラーのソ・インクさん演じるイ・ヒョン、はい、ある日ソウルで起きた殺人事件のメールが匿名で送られてきます、うん、その内容に興味を持ったヒョンは事件現場へ向かい、はい、特殊犯罪捜査チームと出会います、うん、そのチームの高一点であるチャンナラさん演じるチャ・ジアンから執拗につけ回された挙句捜査顧問を依頼され嫌々ながらも引き受けることに、はあ、そんな中連続殺人事件が起こり捜査が進むにつれ、はい、ヒョンとジアンに関わる過去の事件が浮上します、はあ、2人は事件に挑む中で次第に互いを認め惹かれ合うんですけれどもというところから始まります。はい、ということでこのドラマに使われたロケ地をですね、うん、今回一つご紹介いたします。はい、こちらはソ・インクさん演じるイ・ヒョンの家として使われたところなんですけれども、うん、ゲストハウスヒイラギの丘というところです。うん、こちらは2015年2月にオープンされ築70年以上の家をリノベーションし1階に5部屋2階に2部屋あるそうです。はい、そしてシャワートイレキッチンは共同でキッチンにはコーヒーとパンが置いてあるそうで自由に食べられるようになっているんだそうです。でチャララナムドの管事師ヤン・リムドンはアメリカの宣教師の活動中心地として知られておりまして、はい、彼らが住んでいた家、教会、学校が集まっており管事の近代化を象徴する場所だそうです。はい、またですね樹齢200年以上のヒイラギの木が自生していることから、うん、ヒイラギの丘と呼ばれその先ほどの宣教師たちが緑を愛し、はいはい、家を建てて暮らしていた場所でもあるそうです。いくつかある宣教師の家の一つがゲストハウスヒイラギの丘という名前のゲストハウスとして開放されているそうです。はい、ということで今回、うん君覚えてる私も拝見してきたんですけれども、はい、まあ、まずはですね、まあ、殺人事件がよく起こるということで、もうヒヤヒヤドキドキが止まらない作品なんですね。はいはい、でまあ殺人だったりとか、うん、もういつ何が起こってもおかしくないような状況がずっと漂ってって、うん、もう本当にあいつ何か起こるかなみたいな感じなんですけども、でも話の中は、うん、序盤で結構序盤の方でですね、はい、登場人物の過去からのこうつながりだったりとか、あと犯人の見当なんとなくつくんですよね。結構序盤で分かっちゃうんですけど、はい、でもそれが本当に明らかになるまでには結構先の話でして、うんうんうん、そこまでずっとこう自分の中で絶対この人が犯人だよねって自問自答をずっと繰り返しながらモヤモヤする気持ちがなんとももどかしいんですけど、はい、逆にそれがちょっと面白いなっていう風に思いました。そしてですね、まあはい、ちょっと刑事物みたいな感じなので、こう男性陣の中に一人だけ女性というね、はい、こういった絵面によって、はい、チャンナラさん演じるジアの強さだったりとかたくましさがより際立つんじゃないかなっていう風に感じました。そしてですね、まあ、先月末このチャンナラさんはですねご結婚されたということで本当におめでたいなっていう風に思ってるんですが、はい、私も、まあ、チャンナラさんが出演されている作品、うん、何作品か、うん、拝見してきたんですが、はい、本当に嬉しくてちょっと私も幸せな気持ちになりましたそうですよね。その結婚に関してなんですが、うん、日本と韓国 の、はい、の結婚のスタイルがちょっと違う部分がありまして少しご紹介いたしますと、はい、韓国の結婚式はですね、式を挙げた後は、はい、日本では披露宴ってよくされると思うんですけど、披露宴はなくバイキング形式の食事会というものが行われるそうです。なので、うん、この式自体にかかるのはだいたい1時間くらいで終わっちゃうそうで、あら日本だとなんか 2,3 時間くらいかかるイメージがあるんですけども、そうですよね、時間も全然違うんだなっていうふうに思いました。あと面白かったのが、はいはい、日本では花嫁さんがブーケトスしてそれを取った人が結婚できるみたいなのあるじゃないですか。ありますありますあります。あれが韓国ではトスするんじゃなくて、ブーケをお渡しするそうで直接で、それは何でかと言いますと、はい、その花束を受け取った人が、うんうん、
それから6ヶ月以内に結婚できないと、そこから3年間は結婚できないっていう、うん、なんか迷信みたいなのがあるそうで、はい、本当にこうお隣の、ね、国なのに全然そういった結婚のスタイルも違うんだなっていうふうに私も改めて感じました。ということで、うんうん、今回もハイライトシーンをですね、はい、選んでまいりましたのでご紹介いたします。お願いいたします。今回は第7話に、ヒョンに対して持っていた疑念が晴れて、まあ、ヒョンは怪物じゃないと言いますか、いわゆるあのサイコパスではないと確信したジアンが言うセリフです、はい、それが、うん、今こそパートナーになろうというんですね。ちょっとなんかいろんな意味深な言葉だと思うんですけれども、はい、その今こそパートナーになろうというのを今回韓国語でご紹介いたします、はい、それでは早速今こそパートナーになろう、韓国語でイジェヤマロパテノガデジャです。このイジェヤマロというイジェが今っていう意味で、ヤマロっていうのが何々こそっていう、今こその何々こそっていうところに当たります、はい、でパートナーというのは韓国語ではパートノノなんですね、ナーじゃなくてノって止めるんですけど、はい、パートノでデージャが何々になろうっていう意味合いに当たります。まあ、このセリフ聞いた時はちょっとあれと思ったんですけれども、はい、このセリフは実はこのジアンとヒョンが小さい頃に一度会っていて、うん、まあ、その時に約束した言葉としても使われているんですね、なので今のこの時の約束を覚えてるっていう形でこの今こそパートナーになろうっていうセリフを言うので、はい、あ、なんかちょっとそういったところも注目してね、見ていただければいいなと思います、はい、本当に面白くて楽しい、作品でございますので、はい、ぜひ皆さん機会ございましたら君を覚えてる、ご覧いただければ嬉しいです、はい、以上韓流トライアルのコーナーでした。ふるさとトライアルのコーナー、このコーナーは若菜ちゃんの故郷京都府南部の紹介をしてくれるコーナーです。それでは早速若菜ちゃんお願いします。コロナ禍もう少し収まったような報道の中、皆さん京都に行こうとお考えの際にはもう一言、京都に行くなら北と南のチェックもお忘れずにを足していただければと思っております。それでは勝手に南担当、私林若菜のふるさと京都府南部のご紹介をさせていただきます、はい、今回は宇治田原町についてです、はい、長い歴史と豊かな自然に育まれた京都府南東部の町宇治田原町、ここは日本のお茶に革新を起こした日本緑茶発祥の地です、はい、宇治田原町役場の公式ホームページによりますと、はい、2022年6月1日現在の人口は8902人、うん、世帯数は3773世帯です、はい、宇治田原町はですね、うん、ハートの形をした近畿の真ん中にある町になります。それに加えて、はい、大阪や京都府、京都の中心地からアクセスが良く、2023年には新名新高速道路のインターチェンジも完成の予定です。利便性も良く、自然豊かな環境の中で暮らしたいと移住してくる人も増えているそうです。そんな宇治田原町の中でも今回は松樹院についてスポットを当ててご紹介させていただきたいと思います。ホームページによりますと、創建は約800年前、正治2年1200年に建立されたと伝えられています。戦国江戸時代において2度の火災に見舞われているため、現在記述として残っているのは当院を慶長元年1596年に竣工された誘院という層が、慶長18年1614年9月11日に占拠されたということが位牌から見てわかります。ちなみに中高とは衰えていた物事や状態を再び盛んにすることです。で、江戸時代には寺子屋として算術、道徳などを学ぶため多くの生徒が通っており、当時は教材として主に絵と木図を使用していました。現代にもその資料として掛け軸などが受け継がれています。夏には境内に2000個の風鈴が吊られ、はい、涼を感じる風鈴祭りが行われることから、京都の風鈴寺としても言われています。また様々な体験として、はい、数珠作りや写経、写仏、庭を見ながらヨガやお茶でお香作りなどが催されており、老若男女すべての方が見る
感じる、体験して学ぶことができるお寺となっています。そして実は私も大学4年生の時に足を運んだ地でもあります。はい、バスに乗って松寿院へ向かいますが、降りた瞬間に驚きがありました。もう感じたことのない森林浴がですね、楽しめる地なんですね。もうマイナスイオンたっぷりで深呼吸をしてしまいました。はい、またここ松寿院の客殿にはですね、可愛らしいハート型の窓が目を引きます。これは猪目という日本古来の伝統文様の一つで、災いを除き福を招くという意味があります。はい、そしてもう一つ、客殿の天井は約90名の日本画家による風景や花など160枚の天井画で埋め尽くされているんです。はい、いわゆる SNS でいうところの映えるが詰まった場所でもあると感じました。はい、続いて宇治田原町の偉人についてです。はい、その人物は、永谷宗彦さん。これまでふるさとライアルにて京都府の至る所でお茶の栽培が盛んとお伝えしてきました。はい、そのお茶に画期的な出来事を起こした人なんです。で、昔のお茶というと上流階級で飲まれていた抹茶で、庶民が飲んでいたお茶は煎茶といっても茶色のお茶だったんですよね。今の緑色をした煎茶、こちらが青青煎茶製法は300年近く前に江戸時代の中期、宇治の永谷宗彦が作り出したものです。蒸した後に手もみしながら乾燥させる工程を取り入れ、仕上がりが青色の茶葉になる、なり品質も上がりました。今緑茶を楽しめているのは永谷宗彦さんのおかげなんですよね。ありがとうございます。はい、また永谷宗彦とお茶を聞いてですね、思い浮かんだのは永谷園のお茶漬け。なんとなく似てるなとちょっと調べてみると、永谷宗彦の分家の子孫の方が起こしたのが永谷園だそうです。でこの即席茶漬け、永谷園を創立した10代目の永谷義夫氏が居酒屋で締めにお茶漬けを食べた時に発想し開発したとか、はい、今の永谷ホールディングスの社長さんも永谷さんだそうです。はい、先代が発見したお茶を生かしてですね、お茶漬けが生まれると思うと感慨深いなと感じました。お茶漬けにそんな歴史があったんですね。いや、ということでですね、はい、今回は宇治田原町についてお話しさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。以上、ふるさとライアルのコーナーでした。皆さん、もうエンディングのお時間になってまいりました。今回の乙女トライアルいかがだったでしょうか。この番組乙女トライアルは毎月第2、第4土曜日お昼2時30分から放送ですので、ぜひ次回もお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。ということで、突然なんですけれども、はい、事務所の先輩佐藤美久さんがスタジオに来てくれました。わー、よろしくお願いします。超小型ビガンライトリンダちゃんの、宣伝にやってまいりました。超小型ビガンライト、リンダの製造メーカーセレック株式会社の社外広報大使を務めさせていただいております、女優の佐藤美久です。ということで、いきなりなんですけれども、はい、今日はこのリンダちゃんをですね、はい、若菜ちゃんにお渡しいたします。ストーで、宣伝プロモーションをぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お渡ししました。お願いします。受け取らせていただきました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、はい、詳しくはですね、はい、同じく市川うららFMさんで放送されております、はい、佐藤美久の女優道で、ぜひリンダちゃんの方ですね、詳しくお聞きいただければと思います。はい、以上、佐藤美久でした。ありがとうございます。宣伝でございました。以上です。ありがとうございます。お返しします。はい、それではこの時間乙女トライアルは若手女優有本ひとみと林若菜が担当させていただきました。佐藤美久もいたよ。最後までお聞きいただきありがとうございました。では、また。